佐々木先生に解説をしていただきます先生どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたします では見ていきましょうロシアで20万人規模の愛国集会なるものが開かれました大変な賑わいに見えましたねどういったものなのか見ていきましょうこれロシアの老若男女が知る著名歌手が登場して歌声を披露しましたいろんなジャンルの人が登場しているように見えましたねで勝利を願うような新曲もこの集会のために作られたという話もありますまた盛り上げ役いわゆる桜には 報酬も支払われていたのではないかと言われていますただこのイベントの2日前には ICBM 発射実験に失敗したという報道もありましたね、うん、そんな中は開かれたわけですで、内容を見ていきましょう、うん、歌があって 兵士のインタビューがあってその後歌という間、はあ、これが一つのパッケージになっていて何度も繰り返されたそうですそして十分に会場が温まったところでプーチン大統領が出てきて演説をしました、はあ、そして万歳をした後国家斉唱をして大盛り上がりのうちに終了したというふうに見えました、うんはい、先生これ盛り上げ役には報酬もということでなのでお客さんはある程度こう動員がかけられたという <coughs> そういうことなんでしょうか。はいあの 事実はちょっと分かりませんけれども、まあ、ロシア人に聞きますとです、ね、やはり動員がかかったのではないかと、うん、そしてあのこのエキストラには500ルーブル900円ぐらいが支払われたという報道もあります<ー>ただ、当日はです、ね、マイナス15度だったんですね、えーで、その中で1時間半繰り広げられたというイベントでしてでそのかあの最初にです、ね、どちらかというと兵士が、えー、主役といったような。 感じもいたたししました兵士が出てきて負傷兵が出てきて、えー、実際部隊に配属されている兵士が我々は勝つとかウクライナ人は民間人を殺しているとかそういったような発言も舞台上から発せられておりました。そして歌がある というようよな感じの演出が取られておりましたね、うん、あと映像にもありましたけれども、えっと、複数組の,その歌手アーティストがパフォーマンスするというシーンありましたけれどもやっぱりロシアでは有名人が登場したとということなんですか、はい、あの国民的歌手ポップからですねポップスからアカペラ歌手まで出たんですけども、えー、ロシアの,その歌謡界芸能界ではですで、ね、にあのプーチンにつくかそうではないかというのは。 はっきりしてるんですねですからここに出たのは、まあ、プーチン政権を支持するアーティストが出たととといいうことだと思います、うん、なんかあのテロップに和訳が出てましたけどもそのちょっとこう戦争をイメージさせるような歌詞も出ていましたね。 途中にです、ね、少年少女合唱団が出たんですけれどもそこでも兵士の帰還をとても喜ぶとかです、ね、そういった疑いもありましたしあのウクライナ南部にマリウポリというところがあるんですけれどもそこで救出された少女が出てきて、えー、ロシア人に感謝しますというような演出もありました。 そしてこの集会の様子なんですけれども以前にも見たことがあるなと思われた方いらっしゃるかもしれませんえこれが今回の集会でして、うん、実は去年3月の18日にはクリミア反 党併合8周年イベントと題して、えー、同じようなイベントが行われているんですね、うん、このときにはプーチン大統領が着ているダウンがうん、うん、ダウンジャケット160万円のものじゃないかなんていうしかもこれ、イタリア製だったみたいで、うん、あれだけ西側諸国批判しにいてイタリア製のダウン着るのかい、うん、みたいなそんな報じられ方ししてましたですから同じ会場、そして同じ20万人規模で行われた2つのイベントなんですけれども <laughs> このイベント内容ですとかプーチン大統領の発言には まあ一年近く経って変化はあったのかというところですね。うん、先生比べてみるとどうでしょうか。はい。この3月18日のイベントは2014年からずっと行われているイベントでして、どちらかというと祝祭足が強いようなイベントなんですね。で昨年もその息を出なかったんですが、うんえー、この22日のイベント。 えー、ロシアでは3月2月23日がです、ね、祖国防衛者の日というふうに言われてまして、うん、つまり治安部隊とか兵士に感謝する日である、うん、そのための集会だったんですですのでプーチン大統領自身も兵士は勇敢に戦っているという文言をたくさん散りばめたりとか、うん、会場にですねそうですねアーティストが出たりとか司会者がスローガンで言ったりとか勝利は私たちのためにみたいな発言も ふんだんだに盛りり込ままれておりましたので、はい、ウクライナ侵攻で戦っている兵士を称えるというようなイベント一般教書演説前日ありましたがそれは国家のエリートのために向けられたイベントですけれども、うん、このイベントは国内に全国中継されまして、うん、そして一般人にも このウクライナ侵攻を正当化するというようなイベントだったのではないかなというふうに思いますそのプーチン大統領ですけれどもこちらです中国の外交トップ大きい共産党政治局員と会談をしました。 の会談ですけれども、まあ、プーチンさんは国のトップ、うんうん、そして大木さんは外交のトップですから、アンバランスな会談にも見えるんですけれども、はいはい、この辺り狙いはあたり、はい、プーチン大統領が本来、国家の首脳と会う、うんえー、対応する方々と会う,、えーと会うえー、のは首脳会談なんですけれども、うん、この大木さんは習近平国家主席ではないですよね。うん、ただ大木さんは、えー、習近平氏の明大として えー、ロシアを訪問している、うんえー、大木さんからです、ね、重要な、えー、おそらく説明があったのではないか、えー、ということでプーチン氏があったその前にです、ねえー、ラブロフ外相パトロフシェフ安全保障会議初期にも会っていますので、うん、最後にこのプーチン大統領と会ったという演出が取られているんですね。ね、あのー、その横にも出てまますすがこれを見ますと パトルシェフ氏とラブロフ氏がですね一緒にいるというのはポイントなんですね。ここに二人いるんですよね。うん、はい。ここがポイント。はい。ポイント。同じ部屋で同じように。はい。あのー、これはですね、はい、あのー、もう事実としてもうロシアで報じられているんですけどもこの春習近平氏が、えー、モスクワを訪問するというふうにもう報道されています。うんうん、そして二十四日明日にですね習近平氏が和平案のを提案を 北京からすするという,ふうに言われておおりますおそらく王毅氏はですねその習近平氏の和平案の内容についてプーチン氏に語り外交面、そして安全保障面のアドバイスをこの2人からつまりラブロフ氏、パトレフシェフ氏から、えー、助言をいただくためにそばに置いたのではないか。 そして一緒に聞くことによって今後対応を取りやすいということでこの二人を呼んだのではないかなというふうに私は感じていますじゃあその和平案をプーチンさん受け入れる可能性があるんですか、はい、これはウクライナとロシアの和平案なんですけれども、はい、双方やはり受け入れ可能な和平案ではないと実際実現性はないですよね、うんうん、ただこれはやはりロシアに えー、ロシア寄りの、えー、国、中国は国ですからロシア寄りであればウクライナは受け入れられない、うん、ただその注目すべきはミュウヘン大木さんがモスクワの前にです、ね、ミュウヘンに立ち寄ってウクライナのクレバ外相とも話し合っているんです、うん、おそらくその内容についても話し合っているのではないか地なだらしとして調整するために大木氏が、えー、欧州を歴訪したのではないかというふうに感じております。うん、なるほど ですから明日二十日習近平国家主席がどんなコメントを発表するのかというところは注目ですね。うん、はい、注目ですね、はい。はい、そしてですね、トップ会談といえばこちらです。バイデン大統領が電撃訪問をしました。で、その結果。 トップがウクライナ訪問をしていない唯一の G7 国となった日本なんですね、うんはい、昨日松,松野官房長官は総理のウクライナ訪問について検討はしているんですけれども現時点では何ら決まったものはないと発言しました実は岸田総理がウクライナを訪問するにはいくつか課題があります、うん、今 会開議中ですから、総理が海外出張するには衆参両院に通知する必要があります。ですから秘密の保持が難しいという点、また現地での自衛隊の警備が法的根拠がないから難しい。これ安全確保も難しいという点、二つが挙げられます。園田さん、まあ、G7 もありますし、まあ日本として今後どういう対応していくのかとか、うんう、そのどう支援するとか、まあ仲介するとか、そのあたり今後の動き非常に気になるところですよね。そうですよね。もうあの。 侵攻が始まってから1年経つわけで,、うん、で多分当初ってわりかしそのロシアって本当にもうすぐにあのウクライナを制圧するぐらいの計画だったんじゃないかみたいなことをやっぱりよくメディアで見聞きするんですけど、うん、それにしたってもう1年経って全くなんか素人から見ると終わる気配がないというか。うん さっきの,その和平の話なんかが出てきてたみたいですしどんな感じでどのぐらいで終わっていくというかこの戦争はどういうふうに終結していくんだろうかという見通しとかってどううなんでしょうか、はい、あの長期化することは間違いないと思いますそして、私自身どのように解決するか見えないんですね日々あの、さまざまな点から分析をしているんですけども終わり方が見えない戦争つまり終わらない戦争になっているのではないかそういうことも感じております。 ただ佐々木先生が一つまチェックしているポイントとして挙げてもらっているのはここなんですよね。はい、5月の十九日から21日まで広島サミットが開かれます。まあ日本は議長国ですから、何か動きがあるのか。そしてここまでの間に、その議長国というのは各国へ訪問して事前挨拶をするんですけれども。うん、ドイツにはまだ行っていないんですね。いすねはい。ここがそのウクライナ訪問につながるのかどうなのかというと。はい、ちょっとこれを考える材料というのは。 提示したいなと思いますあのバイデン大統領はアメリカ軍がポーランドまで警護をしてそして極秘にあのー、入りましたよね、うん、キーウには、はい、そして実はその翌日にイタリアのメローニ首相女性の首相なんですけども、うん、21日に入っているんです、うん、実はこの21日の2日前19日にはイタリア国内でも報道されてるんですよ。<ー>メローニさんはキーに入りますと とということでメローニさんはバイデンさんとはちょっと違ってです、ね、キーウの,あの鉄道でポーランドから入るんですけども <laughs> そこで歓迎を受けてるんですよ、あの駅で。つまりあ、こういったこともあるんだなと思いますが果たしてこのドイツに行くことはこの5月までの段階そして国会の審議の状況によっておそらく岸田さんは法を、えー、するんだと思います。そののの時に果たしてサプライズでで行行くくかかシークレットで行くのか またまた日本でそういう報道がされていくのかというのはちょっと見えないですけども、えー、ウクライナ側はあの日本の首相が来るようにということを要請していますので、うん、おそらく私は行くのではないかなというふうに感じています、ね。ですからこのドイツ訪問前後を注目していきたいと思います、えー。明日24日で進行から丸1年です。この時間は佐々木先生に解説をしていただきました。